冬のキルケネス・キルケネスは、ノルウェーのトロムスオフィンマルク県にある町。ヒルケネスやチルケネスとも表記される。フィンランド名はキルッコニエミ。この地域は1826年に、現在の国境が定められるまで、ノルウェーと、ロシア双方が影響を及ぼし合ってきた。もともとは、ピセルブンズと言ったが、1862年に教会が建てられると、 教会の岬という意味の現在の地名に改められた。ロシア帝国の崩壊により独立したフィンランドと一時、接していたが、フィンランドは継続戦争に敗れて、北極海に面するペサモ地方をソビエト連邦に割譲し、再びロシアと地続きになった。第二次世界大戦時のナチスによるノルウェー占領中、キルケネスには、 ドイツ海軍やドイツ空軍、対後航空艦隊などの基地が置かれ、ムルマンスク戦線へ物資を供給する総本部となった。伝えられるところによれば、キルケネスはヨーロッパの街の中で、マルタに次いで多く空襲を受け、その数は320回、空襲警報は1000回以上も鳴らされた。1944年10月25日の 赤軍侵攻では生き残っていたインフラ網もほとんど破壊され、ドイツ国防軍もこの地を去った。侵攻後、残った家屋はわずか13軒であった。赤軍は1946年までノルウェー北部を占領した。ドイツに占領されている間、町の近くには刑務所があった。1943年夏にそこへ、 ドイツ占領下で情報を収集したパルチザンらが投獄された。11人の兵士が彼らを助けようとしたが、軍裁判所が彼らもまとめて死刑を言い渡し8月18日に執行された。その執行された跡地には彼らの記念碑が建てられている。1946年に共同墓地が解消すると、そこで撲殺された男性の遺体が発見された。 剣士と追悼式の後、彼の遺体は実家に返還された。そこには記念のプレートが設置された。キルケネスからの童貞を示すサインポスト1910年から1997年まで、キルケネスと近隣のビエルネバトン村との間には、鉄道のキルケネスビエルネバトン1000が通っていた。鉄道は、ビエルネバトン鉱山から産出される鉱石を、 キルケネス港まで運搬するために敷設されたもので、当時としては、世界最北の鉄道だった。なお、フィンランドでは、鉄道網を、北極海航路に接続する目的でロバニエミから、キルケネスまで鉄道を敷設する、北極海鉄道構想が検討されている。町として、の人口は約3300人だが、ヘセング、サンドネス。 ビエルネバトンなどの近隣の村々を含めると約7300人になる。人口の大半はノルウェー人で、サーミ人は少数派である。その他フィンランドからの移民やクベン人などもおり、近年ではロシアからの移民も目立つ。ノルウェー局北、ロシアとの国境付近に位置し、 バレンツ海とつながる広大なバランゲルフィオルドの一部、ボクフィオルドに築かれている。およそ400キロメートル北に北極点がある。毎年5月17日から7月21日にかけて白夜となり、反対に11月21日から1月21日にかけては極夜となる。沿岸部に位置するにもかかわらず気候は大陸製で、 7月の月間平均気温は低、摂氏11.5度。7月の月間平均気温は、摂氏12.6度である。年間降水量は450ミリメートル。史上最低気温は低、摂氏41度で、史上最高気温は、摂氏32.7度。史上最も暖かかった月は2004年の7月で、平均摂氏16.9度であった。 キルケネスコロシアとスカンジナビア三国にまたがる広域連合バレンツ地方の事務局がある。この広域連合は国際的な文化的、教育的、ビジネス的関係を構築するなどの目的で創設された。現在、バレンツ海での石油掘削事業が順調なため、街には楽観的なムードが広がっている。国境博物館外には、 グレンセランド博物館という観光スポットがあり、ノルウェー・ロシア国境での戦争と平和の歴史や、この地域での工業の歴史などを解説している。第二次大戦中に撃墜され、固定に沈んでいたソ連軍の爆撃機、イリューシン2型も復元され、展示されている。さらにキルケネス出身の芸術家、ヨーン・サビオの作品を集めた、サビオ美術館が併設されている。 館内には小さなショップとカフェがある。市街のすぐそばにはホイバックトマンと呼ばれる軍事基地があり、ロシアとの国境に沿って6つの部署を構えている。軍事基地と国境沿いの3部署は不法移民だけでなく国境をまたいで行われる違法な行為全般を取り締まっている。市街の近くにはアナースグロッタという第二次大戦時に建造された巨大な地下壕があり、 人口を優に超える9000人を収容できる。号内では、キルケネスの歴史に関するショーフィルムが上映されている。キルケネスは、ノルウェーの沿岸急行線、フッティルーテンの起点、終点の一つで、毎日ベルゲンとの間で船が行き交っている。2000メートル級の滑走路を有する空港もあり、オスロやトロムソとの間に直行便が就航している。バスでも、アルタからガツ。 水、金曜の週3便が、カラショークからもつき、水、金、日曜の週4便が運行されている。街中の境界ノルウェーの大半の都市とは異なり、キルケネスはフィンランドより東に位置する。ノルウェーは、アトクプラス1、フィンランドは、アトクプラス2の標準時を採用しているため、キルケネスから、フィンランド入りすると、 西へ進んだにもかかわらず時差の関係で時計を1時間進ませなければならない。これは珍しい現象である。また、キルケネスからロシアへ入ると、そちらは標準時が後くプラス3のため一気に時計を2時間進ませる必要がある。ここから南へ1 0 0トル車で進み、さらに1 0トルほど歩くと、エブレパスビク国立公園に到達する。ここには、ノルウェー、 フィンランド、ロシアの三国が一つの点に集まっている。時差も三者三様なため、その点の周りは三つの標準字がひしめいていることになる。このような場所は、世界でも、わずかしかない。しかし、ノルウェーとロシアは、法で無許可に国境を横断することを禁じている。このため、ノルウェーとロシアの国境を横切るためには、ソトルスコーグという国境警備隊の車両に、 乗せてもらうしかない。ETS2 のマップ追加モッドであるプロミズで追加される街である。街の中心部からノードコフという鉱山会社に向かって国道が伸びており、同ゲームのマルチプレイモッドであるトラッカースンプでは国道を求めて多くのプレイヤーが集う名所になっている。ありがとうございます。